こんにちはわびチャンネルナビゲーター森前でございますさて今日は皆さんここどこにいると思いますか日本はのみならず世界の誰もが知る盆栽天才作家と言われる木村正彦先生のアトリエです普段公開していない庭に入れていただいて撮影をさせていただいておりますご覧ください先生が作り上げた作品の数々がここにいつも 健やかに生きています今日は一日ここで皆様に先生の作品そして先生の考え方これを2回に分けてお伝えできるようにと思っていますまずは庭の中を拝見しましょうさてご覧ください心拍の名木名刀流の舞です世界の誰もが知る 木村芸術の最高傑作と言われる心拍です今から30年以上前先生の手によって東北の山から取られてとても今の姿とは信じられない姿をこの姿に仕上げたそうです今先生の棚に30何年ある間一度もまだ植え替えはしたことがない信じられないことですがそれで十分な元気さを保っています まさに先生の作品を代表する木として先生は生涯ここの庭に置いておくということをおっしゃっていますどうぞ心拍芸術の極みをご覧ください数々の名木を世の中に送り出した先生ですがある時期から先生は山鳥の作品やそういう改作以外に新しく作る盆栽創作盆栽と言われる ゼロから作り上げる自然芸術を試し始めましたこの心拍をご覧ください薄いクラマ石を縦につなげてその間に植え込んだ木が一つの大きな断崖に生きる姿を描き出しています木村先生はこの創作盆栽というジャンルをはじめは自分の遊びの気持ちだということを言っていましたが最終的に 訓王珠宝章を盆栽作家として初めて撮るに至ったのはやはり新たな作品芸術作品として作り上げるものの考え方を先生が多くの盆栽家に示したことによります。そのののの代表的な作品がこの縦型の心拍ともう一つののにありますそしてこちらが先生の創作の代表作の一つである「 檜の寄せ植えです。檜と言っても細やかな葉のヤつぶさ系のものでないとダメだと先生はおっしゃいますが、ご覧ください。クラマの平板が交差するようになっています。その斜面にまるで山にある木が檜が自然にその斜面にあるような姿を描き出しています。この作品のインパクトは世界中に響き渡りました。 今でも多くの海外の有名な愛好家が、ぜひこの作品をコレクションさせてくれと言っているそうですが、その数があまりにも多すぎて、先生は、自分が天国に行ったらどうぞ皆さん持って行ってくれと言って、東流の舞などの名木と一緒に、これも生涯ここにあると先生が言っています。もう作り上げて数十年、先生の創作盆栽の顔と言える気です。 これも先生の独創的な創作盆栽の一つです見てくださいトネクラ舞石を立ててその崖から降りてくるような姿が描き出されていますこれも先生の代表的なデザインの一つですがご覧ください後ろ側にすべてのね土が隠されていますでもそれはあまり見せずに生きる 先生がおっしゃいました「自然の山を見ていると石のところに土まで見える自然界はないと」と先生はそういう写実的なところも創作の中に生かしているんだっておっしゃいました。木村先生のところには日本のプロ盆栽園からそこの依頼による各種展示会名木それの作り直し整えさまざまな仕事が持ち込まれます。 一般の方々のものは一切受けないことになっていますが先生と信仰の厚いプロたちのものは毎日のようにここで品物が入れ替わりますご覧ください毎週のように入れ替わってお弟子さんたちと繰り広げられる数々の木の手入れここはまさに盆栽界の玉手箱のような盆栽が渦巻いています盆栽の棚のすぐそばにあるこの場所 ご覧ください渦高く積まれているこの鉢小あたり中あたり集山餃子、日本の実用名器と呼ばれるものが信じられない数で積んであります下の段には国風展の三点飾り用に使われるような鉢つまりここは先生が展示会用にお客様に依頼された その衣装として使うための鉢が保存されている場所です先生は鉢の売買は一切なさいませんあくまでもその時に一番展示にふさわしい衣装を着せるための貸衣装としてここに保存されていますこうして数多くの鉢が先生の手元に半世紀以上集められていますがこの鉢たちに入れられて何十何百の木が 国風展に登場したものかと思われます先生今日はお忙しいところありがとうございますどうもとんでもございませんですどうも、はい、いつ見ても立派な盆栽立派なお棚ですが、えー、いやいや、はい、とんでもございません先生ここは開いて何年経ちますか、はいえー、と約50年になりま<ー>、はい、この東流の前がもう30年以上経ってますね、はい さまざまな木が先生と共にここで暮らしていますがとても失礼な質問を一つい先生俗に言う木村マジックまた天才魔術師と言われたその解作の技術というのは、はい、先生はお若い頃なぜその声へたどり着いたんですかまあなぜと言われるとちょっと難しいですけどもね他ではないようなもの人様が作らないようなもの、はい、何か自分だけの世界を作りたいと。 はい、そんなような野心がございまして、はあはい、そこから始まったんじゃないかと思います何かこう誰もが見捨てたような木を自分で見つめてどうにかならないかっていう気持ちが強いと聞いたんですがはいえー、それはごももっともです、えー、よく先生っていうとどうしても木村正彦イコール日本の名木っていう感じがするんですが、ねえー、先生は意外とそういう意識はないということで,そうですねね、まあ、見捨てられたようななものをですん、ね、とか盆栽ととしして世に出したいと そんなような気持ちは若い時からありまのああで,すか、ええ、で最近は向こうのお棚にあるような新箔の新たな創作の石付き、えー、これが大変海外で人気が出てると聞いてるんですが、えー、そうですねおかげさまで、まあ、作っても作っても <laughs>、えー、海外出ていくというようなことで今の現状ではちょっと間に合わないような状態です。ああね、なんか聞きますと あのの石っていうのは私たちの世界は揖斐川の龍岩石なんかでつけますが、えーえー、先生は石そのものからお作りになると聞いてますかそうです、ね、あのいろいろな注文がございましてね天然石揖斐川の、ね、石が石付きの石だったんですけれども、はい、それでよろしいかというといや私が作ったもので石付きを作ってくれとまあ結局私がやってることはそういった本来の石付きの石よりも軽くて丈夫だっていうところなんですね。 軽いというところに一つやはり皆さん希望されているようですよくイビ川なんかですと中に水分を持たないから根の活着が難しいというんですが先生の石を見ると水分をよく含みやすいんですがあれで割れたりはしないんですか割れた経験は今までありませんですからそうですね私はもう古いものですと30年近く経ってますけども絶対にそういったことは一度もないですあそうですか、はい、なんか皆さんには言えないんですが どこかの先生が山を歩いてその石を探してそれを何十トンも全部買い集めて大きな塊から石を掘り出すということを聞いてます。はい、はい、もちろんその通り一つの大きな庭石ですね<ー>、えー、今川から上げることができないので<ー>要するに昔川から上げて庭石として作ってたものですね<ー>そういったものを探してもらって買い求めてます。なるほど、えー これだけの盆栽がある中で<え>先生はこの古い古典名木、<え>そしてご自分が作り上げたこの東流の前を代表するもの、はいはい、そして創作的な盆栽、はい、先生なぜ創作の盆栽へという道も作られたんですかほとんど中国はこれ題材になっておりますけどもね、はい、あの雄大な 自然を見ますけど、ね。はい,はい。なんとか、これをね、盆栽にできない。あ、よく、あの、桂林の姿や、えー。そうです。そうです。あの、アバターという映画の舞台にあった。あの、途中が立ってるような。そうです。そうです。そうです。あの世界ですか。すそうですね。えー、じゃあ、あ先生の作品っていうのは、どこか、そういう原風景を、先生が描いてですか。描えー、もちろん。なですね。もちろん。ほとんどのものが、中国の。 はい、自然ですねそれからヒントを得てて作っておりますなんか私どもは普通心拍の盆栽なんかつける時竜岩石に穴を掘って、ええ、そこにこう根をほどいて入れるんですがはい、はい、先生はそれじゃダメだぞってよく僕らに言うんですけど<え>やっぱりあれでは長持ちしないということですか、ね、えと,長持ちというよりも鉢に入ったものをつけますとやはり根が、ね、ある程度の,その限界がありますからちゃうわけですね、えー、あまり小さくはできませんから。 それなので取り木をししてて根を小さくしてそれででつけるんです、ね、じゃあで全部取り木をしているののそれからですかはい鉢入ったものをつける時もありますけれどもほとんどのものが取り木をして、はい、<ー>根を小さくしてそれでわずかな隙間の中に入れるようなつけ方をしてます<ー>まあ先生の石つきを見ると後ろ側から見ると後ろ側から根がこう降りていってるのが見えるんですよね。はい、これはねつけたものが 10年とかね、15年でダメになってしまうようなものは作りたくないんですねですからもう30年40年経っても元気で生きていく方法を考えてですから根は全部鉢の中に入るように、えー、な作っておりますね後でそれ取り消したものも裏にございますのでちょっと参考に見ていただきたいと思いますあまの実は今日は 2, つ2シリーズにわたってでお願いがありまして<え>まあ今の盆栽会というのは 明日売れるものはい、はい、明日飾れるものに目が行きやすいで、えーえー、うどうしてもそうどうしても見捨てられたような木が山ほど出るわけです、はいはい、一本御用松でそういう木をちょっと用意させていただいたので、はいはい、ちょっと見ていただいて、はい、なんかもうオークションなんかに出ると誰も声をかけないような木なんですよはい、はい、本当は先生には本当にご無礼なんですがそれを見て先生が何かこの木の良さっていうのを見つけてくれればと思いまして、はいはい、必ずねどんな木でもね、はい やっぱり考えれば盆栽になるようなところあるんですね<ー>そこをまあ見つけるか見つけないかなんですねあぜひ皆さんあの、はい、今日はそんなことも教わりたいと思いますので、はいはい、お楽しみになってください、はい、先生一つ今日よろしくお願いしますありがとうございます、はい、さあ皆さんいかがだったですか世界の木村雅彦そのアトリエの一端をご紹介する時間となりました 皆さん今日のすごく面白かったまた見たいそんなお気持ち持っていただけたら是非チャンネル登録をよろしくお願いします。ごご視聴ありがとうございました。